今回も放送が終わりましたありがとうございましたメールをご紹介したいと思います三鷹市にお住まいのカレンさん48歳女性の方からですありがとうございますシンさんは以前マサトさんや娘さんたちが寝静まってからようやく自分の時間が持てると言われましたがその気持ちすごくよくわかります私も2人の娘が小さい頃は自分の時間なんか全然なくてやはりみんなが寝静まってからようやく自分の時間が持てました そののの時は本を読むのが何よりの楽しみでしたでもそんな時に限って主人が酔っ払ってご機嫌で帰ってきて大きな声でいろいろ話しかけてくるので頭に来ました思わず「飲んだら朝まで帰ってくるな!」と言ったこともあります <laughs> でもそれくらい子供が小さい頃はその時間だけが一息つける時間なんですよね男の人ってわからないのかないやいやそうは言いますがおカレンさん 話しましまょういっやいやそうは言いますがね、うん、いやまあまあまあよくさ、まあ他のメールで言うとさ、うん、なんか子供が小さいと家族の会夫婦の会話が減るとかさよくそういうメールも来るわけじゃない。この,この旦那さんは酔っ払って <laughs> 今,今はなんかいい気分で話そうかなと思ったら今度は逆に話しかけてくるなみたいな <laughs> どっちなんだよってこの旦那さんからしたら思ってるかもしれない。そ、ね、うね、ん だこうやっぱいろんな人がいてさまあこの旦那さんは俺に似てるね、はい、酔っ払ってご機嫌で帰ってきてうるさいタイプでしょ <laughs> 似てるよね俺そういうタイプだよねだっという間に寝るのみたいな本当に本当にさっきまで話してたと思ったらもう本当に気づいたら、ね、寝てるからね、うん、最近多いねでもねもうこういうふうに もう先輩ママさんとか世のね女性の方とこうやっていろんな話をしたら楽しいだろうなと思ってまあよく言うよねあの女子会は大体旦だ那の悪口じゃな <laughs> 言ってる、まあ、悪口じゃないよあの、まあ、家での出来事よまあそこでストレス発散をしてねそうそうっていうかねそれね悪口って捉えるけど